すみません、大神さん。よろしいですか？大神さん、パリ歌劇団のグランマさんから通信が入ってきていますよ。ええ、本当です。作戦司令室の大型キネマトロンで受信してくださいね。コーランさんがテイトタワーのアンテナとつないでパリと通信できるようにしたんです。おやムッシュ、元気そうじゃないか。ああ、心配いらないよ。大きな事件も特にないしね。でもさ、レディーに対して平和ですかないだろう。もっと気の利いたことを言いな。どういたしまして。ムッシュに言われるとなんだかこそばゆいね。テイトに戻って紳士としての姿勢を忘れたかと思ったけど、まあムッシュは私が紳士に育てたんだから大丈夫なようだね。ああそうだムッシュ、エリカはもうそっちに着いたかい？まあよろしく頼んだよ。こき使ってくれて構わないからさ。それより東京の状況はどうなってるんだい？こっちの量子レーダーでも銀座のあたりだけはぼやけて映らないしさ。ムッシュ迫水は銀座の成り立ちに原因があるって言ってたけど、ムッシュ迫水が言うには銀座っていうのは巨大な封印らしいんだ。それもある一人の男の怨霊を鎮めるためだけの封印だとさ。あんたのいる帝劇が銀座にあるのも偶然じゃないかもしれないね。銀座文書にはそのあたりのことが詳しく書かれているそうだ。ムッシュ、大変だろうけどしっかりとやるんだよ。もし何かあった時はいつでもパリ歌劇団に出撃命令を出すんだ。いいね？もちろんさ、ムッシュは今でもパリ歌劇団の一員なんだからね。仲間のためにならどんな場所にでも駆けつける、それがパリ歌劇団だろ。オーナー、大神さんとお話できるって本当ですか？シッ、シェー、ダメよ。オーナーはお仕事の話をしているんだから。あー、大神さん、シーカプリスですよ。元気にしてましたか？ヒューヒュー。お久しぶりです、大神さん。メルレゾンです。あの、なんと言っていいのか。私の話はもう終わったから、メル、シー、好きにしな。ああ、ムッシュ、おまけも送っといたから、エリカのこと頼んだよ。それじゃあね、東京でもしっかりとやるんだよ。ねえねえ、大神さん、エリカさん東京に着いたんですよね。いいなあ、私も東京行ってみたいなあ。シー、ダメって言ってるでしょ。シャノワールのお仕事はどうするの？行きたい行きたい。ねえ大神さん、行ってもいいでしょ。大神さんだって私に会いたいですよね。ほら、会いたくなってきた。もう大神さん相変わらずはっきりしないんだから。もういいです、会いに行ってあげませんから。お店の仕事もありますし、
私たちは東京には行けないと思います。でも大神さん、パリと東京は通信でつながっていますから、何かありましたらこのキネマトロンでお話できますよ。それでは大神さん、失礼しますね。大神さん、応募はまたお話ししましょうね。キューキュThank you.
話があるね。あんな、大神はんが言うてた結婚についてなんやけど。機械は壊れても直せばええし、使い方さえ間違えんかったら悪さはせえへんやろ。でも人と人はそういうわけにはいかんと思うねん。結婚してもうまくやっていく自信がないね。大神さん、起きてます？エリカですけど、来ちゃいました。どないしょ、こんなところ見られたらうちかなわんで。大神はん、なんとかしてや。了解や。ほな、あとはお任せするで。何してたんですか？もしかして誰かとお話ししてたんですか？あ、そうでした。じゃあ立ち話もなんですから部屋の中にどうぞ。
ここが大神さんのお部屋ですか。割と普通なんですね。米田さんのお部屋みたいに鎧とかお酒とかが置いてあるのかと思いました。私、大神さんのお部屋にいるんですよね。なんだかドキドキしちゃいます。日本のお部屋ですから、吊り天井や畳返しがあるんですよね。なんですか今の音。本当だ、私、誰かが隠れてるのかと思っちゃいましたよ。で、釣り天井はどこにあるんですか。じゃあ、畳返しは。そうなんですか。私、何のために東京まで来たんですか。しょうがないですね。今日はもう寝ます。楓さんも待ってますし。はい、それではおやすみなさい。ひゃあ、タンスの中って結構暑いもんやね。ええねええね、そんなん気にせんでええて。このまま二人きりで話でもしたいんやけど、大神はん疲れてるみたいやし。せやな、おやすみ大神はん。してるんですか。私も見たいです。見学してもいいですか。働けコゼット、お前は働くしか能がないんだからな。そうよコゼット、もっとお金を稼ぎなさい。ほら手が休んでるわよ。はい、ペナルティーさん、わかりました。なんだいその目は。あんたを置き去りにした母親のファンティーヌを恨みな。ああ、無情ですか。私もこのお話、修道院で読みました。それじゃ今度はマリアさんたちの芝居です。ファンティーヌ、なぜそこまで子供のために働く。子供に幸せになってほしいと思うのは親として当然の気持ち。いくらかかろうと、お金程度で娘のコゼットの幸せが買えるなら、私はいくらでも払います。だがあなたはそのお金を作るために体を壊してしまったではないか。自分の体を壊してまで子供の幸せとは求める価値があるのか。あた、あたに、あの、すみません注意、少しよろしいですか。わからなくなってしまって、本当にお金で子供の幸せが買えるのですか。愛する両親が体を壊してまで自分のために働くなんて、私には耐えられません。そうね、私もそこは引っかかっていたわ。子供にとっての幸せとは、
貧しくとも親と暮らすことではないのでしょうか。注意、このシーン変えてもよろしいでしょうか。今のままでは演じられません。わかりましたわ。ではファンティーヌは仕事を辞めて娘のコゼットを迎えに行くようにいたしますわ。そして幸せに暮らしますの。でもそれで本当に親の愛の意味が表現できるかな。そやろか。うちはええと思うで。子供は親と暮らしたいもんや。家族が一緒ならどんな苦労も乗り越えられる、そういうもんとちゃうやろか。ファンティーヌ、なぜそこまで働くのだ。それは娘のコゼットと一緒に住むためです。たとえ貧しくとも家族が一緒に住むことこそが娘の幸せだと思いますから。今は娘にも苦労をかけますが分かってくれると思います。緊急警報、緊急警報。大帝国劇場前に馬装騎兵出現。花組隊員は至急作戦司令室に集合してください。了解。大帝国劇場前に魔装騎兵が出現。しかもそのうちの一体は金色の蒸気を噴出している。ああそうだ、お前たちの後部を暴走させたあの金色の蒸気だ。ほんならあの魔装騎兵が金色の蒸気の親玉やったんか。うち絶対に許さへんで。銀座一帯に金色の蒸気が充満、蒸気機械が暴走を始めました。被害甚大。やあ任せたぜ、行くんだ大神。この揺れはもしかして地下のミカサが暴走しているの。ミカサ蒸気機関要求機構から金色の蒸気が大量に流れ込んでいます。ミカサ機関室の出力上昇中、出力 280%、 駆動限界を超えます。ミカサの蒸気機関を仲介して帝都全域に金色の蒸気が噴出しています。帝都全域で蒸気機械の暴走が始まりました。このままでは帝都が壊滅するわ。なんとかならないんですか。早く出撃してあの魔装騎兵を破壊すれば。ダメだ、ミカサの暴走を止めないとこの帝都は助からない。大神さん、なんとかしてください。じゃないと帝都が。俺が行く。俺がミカサを止める。ミカサの始末は俺がつける。このままじゃ帝都がなくなっちまうだろうが。すまねえな、ミカサの始末は俺がつけねえとな。あいつは俺にとっちゃ息子みてえなもんだからよ。隊長、提案があります。部隊を2つに分けるのはどうでしょうか。地下のミカサ機関室へ米田司令一人で向かわれるのは自殺行為です。ですからコーラン、アイリス、織姫、レニーを護衛につけます。銀座に出現した魔装騎兵は隊長、サクラ、スミレ、カンナ、そして私で迎撃します。それだと隊長のグループの戦力が低い。いい作戦とは思えない。でも米田司令の護衛はこのメンバーでないと困難だわ。パリ歌劇団シャノワールから緊急通信です。モニターに回します。
を待っているようだね。私たちからのプレゼントがそろそろ届くよ。整備班から通信、読み上げます。パリ歌劇団よりエリカさんの後部 F2 が届いたそうです。しかも金色の蒸気対策の後部用蒸気フィルターも送られてきました。やっと届きましたか。大神さん、私も出撃します。いいですよね。エリカ、しっかりやるんだよ。パリ歌劇団の実力見せておやれ。はい、頑張ります。これで勝算が立った。隊長、地上と地下戦力的に問題はない。よし、大神、戦いの準備はできたな。ならば出撃命令を出せ。準備完了。うん。